さーて、どうしようかな。もう、奪うアイテムもないのか。じゃあ、こうするしかないね。あ、画面が止まった。スターに一番近い人ということで。あ、よそ見してたら呪いかけられた。そして、どれを出したらいけないんでしょうか。それを言ったら止まるからな。1と2と6と9と10、半分がダメじゃないか。あー、またパックンに止まってる。お、マジで？それは誰のパックンでしたっけ？あ、私のじゃん。やった。スライム液じゃなかった。スターにしとけばよかったのか。スターだったら回線を切断しますわ。そっか、スターにしてたらこっちでスターを買うお金が足りなくなるのか。だから結局、私が完全に死ぬかどうかの選択だったんです。そっか、あと1ターンか。いやー、きついなぁ。辛いわ。最後のボーナスがどうなるか、ですよね。私は、もう無理だもんな。ミニゲームの勝利数ボーナスとかがあれば、イワシさんはもらえそう。ミニゲームの勝利数ならナギオさんじゃないかな。あれ、そうでしたっけ？ウェイヤン、パックン結構上だけど誰も止まってくれなかった。1か。これは次のターンに取られると厳しい。お、いいね。わあ、これで次のターンにスター取れるのが確定してしまった。次で取れますね。最高のアイテム出ちゃったな。あ、そっか、横取りすればいいんだ。ああ、そうだった。ああ、これ、ぐるぐる回すやつだ。ああ、あれか。え、どういうこと？スティックをぐるぐる回して、綱を引くんですよ。どっちのスティックだ？左じゃない？注意事項が。そんなやばいの？私は中学生の頃、このミニゲームで手の皮を剥きました。どんだけだよ。こいつとお宝フィッシングの2つで手の皮が剥けましたね。注意事項出てるもんな。うお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 う。確かにこれやばいわ。いてよーし、超指が痛くなる。手のひらでグリグリするんですよ、これ。説明文に手のひらでやらないでくださいって書いてありました。嘘わん。そんなん知らないから。手のひらなどの弱い部分でやらないでくださいって、多分手の皮がむけた人がいるからでしょうね。私のことじゃん。64のスティックはちょっと硬かったですからね。お宝フィッシングは罪深いと思うんだ。さて、とりあえずナギオさんからキノコを奪いましょうか。ですよね。なんで連打系のミニゲーム来ないんだろうね。連打系のゲーム、しるしらさんに絶対勝てないんだよね。さてさて、マップを確認。9と10を出したら、スターが取られるということで。あぶねえ。なんでそんな毎回危ない数字を出すわけ？あと1だったのに。危なかった。正直私は、どうでもいいんだよな。そういえば、決闘起きなかったですね。そっか、決闘なかったですね。項目が少ねえ。ラストのターンだからそうなるのか。決闘は全書きなので。そういうルールなんですか？それで一回、ニコライさんをスカンピンにしたから、ざまあ。ここでどっちに転ぼうが変わらないんだよな。まあ、丸い種にしよう。まあ、こういうのは、日頃の行いからすれば、当たらないでしょう。ああ、残念。綺麗な心を持つ人はね、綺麗な花が咲くんですよ。うん？ああ、ここでか。これ次第でだいぶ変わるぞ。何コインになるんだろう。みんな結構持ってるからな。20で、
最大でこれいくつなんですかね。ぬわあ、最大で30というのが見えましたね。10か、10ならまあまあ。おい、デュエルしようぜ。デュエル開始。魂をかけたデュエル。ゼンマイ兵法レース。うわ、出たー。これどうしよう、未だに戦法を知らないんだ。あー出たー。ただの計算なんだけど、私は知らない。価値格の戦法はあるんだけど、知らないんだよな。みんな、脳縛りで行こうぜ。IQ 縛りか。適当でいいべ。大きい数字がいいなーって、そんな感じで選びましょう。あ、あ、まあもちろん、あ、あ、やめるんだ、2を出すのはやめるんだ。あーくそー、さようなら、第一犬宮さん。これ、誰を殺すか選べちゃうのが嫌だよな。今、誰が順位高いんだったっけ？なぎおさんか？いや、イワシさんだったような。あれ、イワシさんだっけ？そんなわけないだろ。なぎおさん、私を騙そうとしたな。どういうことですかね？あ、これどの道ダメだ。じゃあ、私は2を引けばいいのかな？さあて、どっちを殺そうかな。選択権をイワシさんが握ってるんだよな。さすがにこっちだね。ああ、慈悲がない。うわあ。さあ、イワシさん、決着をつけようぜ。私は脳が働いてないから何の意味もないぜ。どうやればいいんだったかな。これでいけたような気がするんですが。微調整していく。次はこれ。あ、勝った。あ、終わりや。イワシさん、そういうの良くないと思うんです。なんで？良くないよ、良くないよ。イワシさん、タイマーがせかしてくる。仕方ないな、次で1を出してあげましょうか。1111111、ふざけんなー。イエーイ。おいおい、私はこれから10秒待ってもいいんだぞ。はいはい、ニコライして、ニコライして。ニコライじゃないから、確定的な死だから。3の倍数のところを残すようにすればいいのか。なるほどね。私だけもらえなかった。かわいそうな人がいるぞ。